感動の嵐。ナンバーアンダーライン愛が語るウィズミュージックでの奇跡の瞬間書ガン・チングージが明かす。話題のパフォーマンスゴートとボンの舞台裏。2024年6月1日、音楽番組ウィズミュージックでのパフォーマンスが終わった後、ナンバーアンダーライン愛のインスタグラムには感謝のメッセージが溢れていました。ファンからの絶賛の声が次々と寄せられ、その多くは、 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインゴートボンやゴートもボンもかっこよかったですといったハッシュタグで彩られていました。この日のパフォーマンスはまさに彼らの実力を証明するものであり、ファンの反応からもその成功が伺えます。しかし、この成功の裏にはどのような努力や物語があったのでしょうか。ナンバーアンダーラインアイはデビュー当初からそのパフォーマンスの質の高さで注目を集めてきました。 今回の w i ミ m u s i c で披露されたゴートとボンも例外ではなく、見事なパフォーマンスで観客を魅了しました。翔くんのヘアモデルの話に思わず笑ったというファンも多く、そのユーモアと親しみやすさが彼らの魅力の一部となっています。翔くん、岸くん、そして神宮寺くんの3人が織りなすダイナミックなステージは、まさに芸術の域に達しており、 その完成度の高さにスタンディングオベーションを送るファンも少なくありませんでした。特に印象的だったのはパフォーマンスのたびに進化を続けるその姿勢です。ナンバーアンダーライン愛は常に新しい挑戦を恐れず自分たちのパフォーマンスをより良いものにするために努力しています。今回のゴートのハンドマイクバージョンもその一例であり、ファンからは新鮮で見ていて楽しかったとの声が上がりました。 ボンのパフォーマンスも見るたびにその完成度が高まっており背景や映像、照明の使い方も非常に工夫されていました。このような細部にまでこだわる姿勢が彼らのパフォーマンスを一層引き立たせています。また、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスの魅力は単なる技術だけではありません。彼らのパフォーマンスには常に自分たちの個性と魅力を最大限に引き出す工夫があります。 歌詞や振り付け、ステージングなど、すべての要素が一体となって観客を引き込みます。特に、騎士くんの笑顔や神宮寺くんの衣装など、細やかな部分にまで気を配ることで、ファンとの距離を縮めています。これは、彼らがファンを大切に思い、常に最高のパフォーマンスを届けたいという気持ちの表れでもあります。ナンバーアンダーライン愛のファンとの関係は、非常に特別です。 彼らは常に感謝の気持ちを忘れず、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。インスタグラムでの感謝のメッセージも、その一環と言えるでしょう。ファンからは、120点どころじゃないよ、家族みんなで見たよ、最高にかっこよかった、といった温かい言葉が寄せられ、その一つ一つが彼らのパフォーマンスの原動力となっています。ファンの期待に応えるために、彼らは日々努力を続けています。 特に印象的なのは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが見るたびに進化している点です。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、自分たちの限界を超えることを目指しています。今回のゴートのハンドマイクバージョンもその一例であり、ファンからは、新鮮で見ていて楽しかった、との声が上がりました。ボンのパフォーマンスも見るたびに、その完成度が高まっており、背景や映像。 照明の使い方も非常に工夫されていました。このような細部にまでこだわる姿勢が彼らのパフォーマンスを一層引き立たせています。のパフォーマンスには常に自分たちの個性と魅力を最大限に引き出す工夫があります。歌詞や振り付け、ステージングなど全ての要素が一体となって観客を引き込みます。特に騎士君の笑顔や神宮寺君の衣装など細やかな部分にまで気を配ることで、 ファンとの距離を縮めています。これは彼らがファンを大切に思い、常に最高のパフォーマンスを届けたいという気持ちの表れでもあります。ナンバーアンダーライン愛のファンとの関係は非常に特別です。彼らは常に感謝の気持ちを忘れず、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。インスタグラムでの感謝のメッセージもその一環と言えるでしょう。ファンからは120点どころじゃないよ、 家族みんなで見たよ、最高にかっこよかった、といった温かい言葉が寄せられ、その一つ一つが彼らのパフォーマンスの原動力となっています。ファンの期待に応えるために、彼らは日々努力を続けています。特に印象的なのは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが見るたびに進化している点です。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、自分たちの限界を超えることを目指しています。 今回のゴートのハンドマイクバージョンもその一例であり、ファンからは新鮮で見ていて楽しかった、との声が上がりました。ボンのパフォーマンスも見るたびにその完成度が高まっており、背景や映像、照明の使い方も非常に工夫されていました。このような細部にまでこだわる姿勢が、彼らのパフォーマンスを一層引き立たせています。また、ナンンバーーアダインア I のパフォーマンスの魅力は、単なる技術だけではありません。 彼らのパフォーマンスには常に自分たちの個性と魅力を最大限に引き出す工夫があります。歌詞や振り付け、ステージングなど全ての要素が一体となって観客を引き込みます。特に騎士くんの笑顔や神宮寺くんの衣装など細やかな部分にまで気を配ることでファンとの距離を縮めています。これは彼らがファンを大切に思い常に最高のパフォーマンスを届けたいという気持ちの表れでもあります。 特に印象的なのは、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが見るたびに進化している点です。彼らは常に新しい挑戦を恐れず、自分たちの限界を超えることを目指しています。今回のゴートのハンドマイクバージョンもその一例であり、ファンからは、新鮮で見ていて楽しかった、との声が上がりました。ボンのパフォーマンスも見るたびに、その完成度が高まっており、背景や映像。 照明の使い方も非常に工夫されていました。このような細部にまでこだわる姿勢が彼らのパフォーマンスを一層引き立たせています。当日の興奮冷めやらぬまま、ナンバーアンダーライン愛のファンたちはインスタグラム上で感謝の言葉を投稿しました。彼らは1日のパフォーマンスがいかがに素晴らしかったか、そしてそれが彼らの心にどのような感動をもたらしたかを熱く語り合っています。 舞台裏では、ナンバーアンダーラインアイは何時間もリハーサルに明け暮れ、最高のパフォーマンスを追求しました。その努力の成果は、見事なステージで輝く3人の姿に現れています。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ファンたちに多くの感動を与えました。その魅力は、彼らがステージ上で繰り広げるダンスや歌声、そしてトークにあります。彼らのパフォーマンスは、見る者を魅了し、 彼らの魅力に引き込んでいます。インスタグラム上の投稿には、ファンたちの熱烈な感想が綴られています。彼らはナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスがどれほど素晴らしかったかを語り、彼らの心に深い感動を残したことを伝えています。また、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスには、彼らの個性が光り輝いていました。彼らはそれぞれ異なる魅力を持ち、 ステージ上でその個性を存分に発揮しました。ファンたちは Number Underline I のパフォーマンスを通じて彼らの魅力に魅了され、彼らの音楽とパフォーマンスを心から楽しんでいます。彼らは彼らの愛と感謝を示し、次回のパフォーマンスを心待ちにしています。そして Number Underline I のメンバーはファンたちの熱いサポートに感謝し、 これからも彼らの最高のパフォーマンスを続けていくことを約束しています。彼らはファンたちに感謝の気持ちを伝え、彼らの愛を受け止めています。そうじて、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは素晴らしいものでした。彼らの音楽とパフォーマンスは多くの人々の心を打ち、彼らのファンたちに多くの感動を与えました。彼らの魅力は、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。